代表合宿直前のある日、番組のカメラは福田健太の地元茨城県へ。お疲れ様です。ありがとうございます。遠いところね。すいません、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。僕実家帰ったらまず猫いるんで猫に会いに行くんですよ。いいっすね。めっちゃ可愛いんですよ。猫アレルギーなんですよ。ダメでしょ。こんばんはです。あ、こんばんは。こんばんは。お邪魔します。そういうところありがとうございます。どうも、はい、どうぞどうぞ。これ僕のコロボ君です。嫌われてる。福田の帰りを両親と姉、猫の小太郎くんが出迎えてくれた。銀行なんだよ。これどうですか。僕が描いた健太郎の絵。父親ラグビーですけど、ラグビーの服になってるんですよ。おたく、面白い。ラグビー好きな父親の勧めで小学1年生から地元のラグビースクールへ。すぐさまその楽しさにのめり込んでいった福田。どんな子供時代を過ごしたのだろうか。やんちゃでしたね。頭良くて運動良くて頭どうだったか分かんないけど、まあとにかくやんちゃでしたよ。だから僕が多分すごい言われてたのは礼儀と勝ちにこだわることと、うん、みんなで勝負事とかするときはもうガチでやるとか、ガチだね。お相撲とかやっても絶対勝つじゃん、うん、まあパパね、手加減しないよね。高校1年くらいまでは負けなかったね。高校2年から負けるようになってもう全然ダメですけどね。高校1年までガチで相撲してたの。いや、やってましたよね。結構そう、勝負事とかはマジで多分そういうのがいっぱいあったんです。勝ちにこだわれ、父から学んだその姿勢を胸に、福田はラグビーの世界を突き進んでいく。中学からは県内一の名門明啓学園へ。高校3年で花園に出場し、高校日本代表候補にも選出。そして明治大学4年の時にはキャプテンとしてチームを22年ぶりの大学選手権優勝に導いている。家族はそんな福田の一番のファンだ。すごいですよ。すごいよ。小学校からほぼ見てない試合多分ないんですよ現地で。表だけじゃないですからね、裏もあるですからね。表裏だからってことは500試合。なんと小学校時代からほぼ全ての試合の映像を DVD で保存。父栄さんがビデオカメラで撮影したものだ。これ多分僕も見た小学校ぶりです。こっちの明治みたいなのが健太がいた上層ジュニアの。今出てても可愛いよね。さらにこういう感じですね。これが今年ですわ。左から日付、勝敗、うん、はい、で得点ですね。でここはあのキャップ数。あ、中学時代から今シーズンのリーグワンまでの全試合、福田の出場時間、トライ数などおよそ14年分のデータをまとめている。まあまあ趣味みたいなもんですね、まあ、お母さんそんな追っかけじゃないですか。いや一緒に追っかけてますよ。追っかけてますけど、え、だから シーズン全部行ったんじゃない。全部です。一節から16節全部来てるんですよ。全部使ってる。福田健太って書いてあるタオルとユニフォーム着てね。昨シーズンのリーグワンを全国各地でフル観戦。母陽子さんも負けていない。福田をずっと応援してきた2人、日本代表としての息子へエールを送った。健太らしいプレーっていうか、
なんかね、それで臆することなく自分らしさをこう出して強気のプレーをやってほしいですね。爪痕を残してほしいな。本当にでも健太らしく、うん、プレーしてほしいなって思ってます。